アシュールハンドアックス前期旧石器時代は旧石器時代の最も早い時代区分である。人族が石器を用いた最初の証拠が現在の考古資料に現れるおおよそ250万年前提からオルドワン石器やアシュール石器石器技術に彩られる30万年までの時代を指す。アフリカでは2011年にソニハーモンドらによりケニア・トゥル・カナコ周辺のロメクイでこれまでに 最も古い推定330万年前の石器が発見され、アフリカ考古学における前期石器時代の開始はさらに50万年以上遡っている。なお、最も早い初期の人族による日の利用が前期、旧石器時代に遡るのか中期旧石器時代に遡るのかは未だに疑問である。前期旧石器時代は東アフリカで約330万年前に、 世界で最も古い石器の出現と共に始まった。約250万年前のジェラシアンは、エンジンから発展した可能性のある人族の遺伝子の出現があった。この早期の遺伝子グループ人族は、約250万年前から170万年前の約100万年に優位であった、オールドワン石器や様式1の下で概要が説明できる原始的な石器を製造した。 ホモ・ハビリスは、死肉から肉を切り取ったり骨髄を抜き取るために骨を破壊するのに石器を用いて、主に不肉食で生きていたと推定されている。人族のアウストラロピテクスの主にフルージボアや雑食から初期の人族の生活習慣を一層する肉食への移行は、第4期氷河期と関連する東アフリカの気候変動により説明されてきた。太陽性蒸発の減少により、 森林を犠牲にした乾燥化した気候とサバナの拡大が起きた。新たな食料源を探し出す一部の原子エンジンを刺激する果物の獲得を減少させる事態は乾燥化するサバナの環境下で起きた。デレクビッカー,アートンは人かべてに見出される単純な動物のコミュニケーションから転示する能力のある最初期のコミュニケーション形態への移行がこの時期にあったとし、 大きな死肉を一掃する集団を採用する必要により刺激を与えられた。ホモエレクトスは過渡期の編集ホモエルガステルを通じて約180万年前までに現れた。ホモエレクトスは旧石器時代を通じて中石器時代に向けて優位を保つ狩猟採集社会を発展させながら不肉アサリの社会から狩猟に移行した。 資料採集の生活様式の新たな隙間の解放は約60万年前までにホモ・ハイデルベルゲンシスの出現につながるスータのさらなる行動や生理的な変更に駆り立てた。ホモ・エレクトスはアフリカから移住しユーラシアを通じて広まった。マレーシアの石器は183万年前まで遡る。1929年に発見された北京原人は おおむね七十万年前のものである。欧州では、オールドワン石器は、作く様式のクラクトニアンと、ハンドアックス様式のアシュールという二つの平行様式に分かれた。打ち砕く、角使用のルバロア技術は、この時期に発展した。アフリカから欧州にかけての単体種は、疑いなく、ホモエレクトスであった。相対的に濃密に、東南アジアで現れるバルカン半島を通じて、 南欧に広まったこの種の人間は明らかに咲く様式に関連している。中期旧石器時代の多くのムスティエ文化の発掘資料は、ネアンデルタール人がホモエレクトスから分かれたことを示唆するルバロア技術を用いて咲かれている。イタリアのホルリ近郊のモンティポジオロは、180万年前から110万年前まで遡るアシュール湖岸地域のハンドアックス産業に位置する。 約60万年前以降にアフリカでアシュール型石器の製造に関わったホモ・ハイデルベルゲンシスの出現は後の約40万年前のホモ・ローデシエンシスやホモ・ケプラネンシスのような他の数多の旧人類の出現を予告している。ホモ・ハイデルベルゲンシスは初期の象徴的な言語形態を発展させた最初の人族の有力な候補である。しかし初期の人族による火の利用や 総裁の起源が、このアシュール文化まで遡るのかは、まだ明らかになっていない。前期旧石器時代に発見された、アシューリアンハンドアックスのレプリカへ。原石は、黒曜石であり、石角の両側を刃に用いていた。同じ時期に、欧州でも、スワコンベや、シュタインハイム、タウタベル、ベール鉄製霊種で発見されたような化石により、代表される、ホモパラエオフンガリクスが現れ、 ハンドアックス様式の起源を持ち、ホモエレクトス等の旧人類とサピエンス族の間に、開催する人類ではないかとの説もある。しかし、今日では、開催したのはホモハイデルベルゲンシスであるとする説が、有力である。約30万年前から、技術や、社会構成、石格調整技法による石器や、総裁の最初期の霊障成型手段の狩猟採集社会への変更とともに、 さらに複雑になったようである。モロッコのゼベルイルードで発見された化石から証明されるようにホモサピエンスは初めて約30万年前に現れている。ありがとうございます。